こんにちは、外観です。今回は、靴のスニーカーが、剥がれちゃったので、ちょっとですね、補修をしてみようかなと思います。ちょうど今ですね、私、外観、今までですね、DYZ の靴を、履いていたんですけども、足が痛くなりまして、で、医者にですね、見てもらったら、外反母趾って言われたんですね。なので、DYZ の靴は、もう卒業して、2E のですね、靴に行きたいなと思って、中古の靴でですね、今まで履いてきたことがない靴とかを履いて、ちょっと試してみたんですね。中古の靴なので、こんな感じで、ちょっと年数が経ってると、ソールが、剥がれてきましたので、ちょうどですね、いい機会だなと思いまして、これからですね、ソールの、修理をやってみようかなと思います。今回ソールが剥がれたので、修理として使うのは、こちらのこの、シューグーアロンアルファです。こちらを使って修理をしてみようかなと思います。それでは、やってみます。まずはですね、ニューバランス574です。これは、ついの靴です。これはもうちょっとですね、履こうかなと思います。こんな感じで、ソールが剥がれてます。右側も、こんな感じ。続けて、ニューバランス999。これはですね、もう見ればわかると思うんですけど、すごいいいですよね。ちょっと空きが出てるんで、こっちもですね、ソールが剥がれてますね。左足の方は、もうこう、下垂分解が進んじゃってますね。こっちも、ちょっと隙間ができてるんで、ソールが剥がれかかってます。これはですね、ニューバランス999、履いてみたんですけど、あんまですね、ピンとこなかったですね。まあ、これは、ちょっとしたら、捨てようかなと、考えてます。それでは、接着をやってみようと思います。まずですね、ヤスリで、接着する部分を、一回磨いてって言うんですけど、あんまですね、開いてないですよね。こんな感じで。まあ、開いてるといえば開いてるんですけど。なので、今回は、アロンアルファを、そのままつけて、使用しようかなと思います。これで、くっつけてみます。どうだ。続けて、左側も。続けて、ニューバランス999。こちらもやってみようと思います。これがですね、もうどうしようかね。もうとりあえず、ここちょっと、塗っときましょうかね。ちょっと隙間ありますもんね。
火星文化のとこもちょっと塗っときますか。まあまあ、ほとんど気休め程度だと思うんですけど。反対側、あ、反対側もちょっと空いてますね。反対側もちょっと塗って。もう入んないか。右足も、やってみようと思います。こっちも、火災文化のとこ塗ってみます。こんな感じですかね。接着が終わりました。これから見ていこうかなと思います。さあ、それでは接着が終わったので、これからですね、靴を見ていこうかなと思います。まずはですね、574見ていきましょうか。くっつけたところか。おー、なんか。予想以上に、綺麗に、くっついてますね。右足。これもですね、よくできてますね。続けて、ニューバランス999。あ、こっちだったっけ？よくくっついてますね。まあ、ちょっと浮いてる、こんな感じで浮いてるのはよく付け忘れたと思うんで、後でまた付ければいいだけですからね。右足。まあね、この火星分解してるところもダメだったらまた塗っちゃえばいいんで。よくできてますね。今回は大成功ですね。はい、というわけで今回は大成功でした。接着の予想としてはですね、こう、接着剤が出た後に、ちょっとですね、出てて、それがすごい目につくくらいだと、僕はちょっと予想してたんですね。思った以上にですね、そういうのもなかったので、応急処置としてはですね、この修具アロンアルファはですね、かなりいいんじゃないかなと思いました。靴のメーカーで、公式にソールを交換してるものはやめた方がいいと思うんですけど、そうじゃなくて、もうですね、これ以上履いたら捨てるっていうのとかでしたら、このシューグアロンアルファはですね、かなりですね、いい選択じゃないかなと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。